2004年12月当時の朝日堂カメラ、名古屋本店株式会社朝日堂カメラは、愛知県名古屋市中区にあったカメラ量販店。かつてはカメラのほか、ビデオカメラパソコン、携帯電話、オーディオ機器、時計なども取り扱っていたが、リニューアルにより店舗規模を縮小し、クラシックカメラ主体の店舗となった。1954年に名古屋駅前で創業、学校、 企業、役所、販売先としていた。1968年に中区山町へ移転すると同時に現金仕入れと現金販売の低価格路線に転換するが、現金販売は従来の顧客である学校や企業から敬遠されて売り上げは減少していった。営業マンも営業車両もなくした守りの経営の中、1985年に プラザ合意による円高時代を迎え、この円高を生かして逆輸入した高級一眼レフカメラを格安で販売する商法が大当たりして売り上げは急増。さらに新聞広告と連動したユニークな内容のテレビ CM の放送を行うことで知名度を上げていった。1987年1月に法人改装。カメラに加えてビデオカメラや ワープロも取り扱うようになり、13坪という狭い店舗ながら、店員1人当たり、単位面積あたりの売上高日本一の店舗となる。1999年11月11日に、中草会え3丁目移転。オープンは11日なんで、平成11年11月11日11時となった。壁面がすべて黄色に塗られた、現在の店舗は周囲に遺産を放っていた。 通常、メーカー品の保証期間は1年が大半であるが、実写独自で3年保険、5年保険といったサービスも提供していた。ライバルのウォッチマンやトップカメラが県外に進出していた時期があったが、朝日堂カメラは県外への進出は行わなかった。名古屋本店の他に、ナディア南店と岡崎店の3店舗を展開した時期もあったが、ナディア南店は、 名古屋本店カラープリント館にリニューアルした後、本店本館に吸収。岡崎店も2007年7月31日に閉店した。2010年4月3日に店舗を縮小し、クラシックカメラを主体に扱う業態へリニューアルオープン。同28日には、同じビル内に音楽スタジオ、スタジオ朝日堂をオープン。壁面も色とりどりのスタイルに変わった。その後、 旧売り場であった1階が G-Star RAW というブランドショップとなり2階のみ売り場が設けられていた2018年7月20日をもって朝日堂カメラとスタジオ朝日堂が閉店2018年11月30日に陶器場の所在地が愛知県名古屋市中区坂へ1丁目6番15号みその座タワー705号に変更され月日に 三重県四日市市久保田一丁目6番8号に変更される。店員は具合層だがカメラは安いなどの強烈なキャッチコピーで知られる自社のテレビ CM はビタカラ道の CM とともに中京圏を代表するローカル CM として広く知られた。逆輸入路線で利益を急増させた際、どうせ税金を支払うならとテレビ CM を始めた。町、パルコ西カメラと、 大々的に宣伝されている。CM の放送エリアは、東海3県に限られているが、当時は無名だった、柴田理恵と、久本正美の二人を起用したバージョンや、政治家の浜田孝一を起用したバージョンは、全国ネットのワイドショーや雑誌などで取り上げられたことも、ある。若い女性がマンションかホテルの一室逃亡式場所で、 パパに朝日堂カメラの販売品を買ってとねだる一連のシリーズ作 CM ミカとパパの物語は愛知県下のある8人からなるフェミニスト団体から男性にこびて買ってもらうのが女性という女性差別で不快だと抗議を受け会社の幹部が彼女たちから直々に即時放送中止の抗議文を手渡されたという逸話もある2000年代までは 名古屋を席巻する勢いの販売店だったこともあって新作 CM が続々と作られていたものの2010年代に入ってからは特に目立った新作は作られていない放送頻度も極端に減少しており特定の番組の放送時間中に見られるのみであるテレビ CM で使われた歌を CD 化したもの歌っているサバイスは綾とかよこの二人組でこれが デビュー曲となっている。発売元は、朝日堂カメラで777円。坪井のりおが、曲中にセリフを入れている。いかないかん、96いかないかん、96いかないかん、96, ん96社長のことをすみは、アット FM の番組、大人の栄南で猫招きで、パーソナリティも務めていた。ありがとうございます。